白い、いいなと思ったのが、もう、マリコン。有名じゃなくて、有名ですか？じゃあ、進める。でかっ。時刻は9時を回りました。この番組はもうちょっとあとはレレチと山内です。はいはい、今回もお送りしていきましょうね。はいなんだっけ、なんだっけもう頭も回らないね今日。先週に、うん、いただきました。はい、なぜですかね。あとですね、うん、9月の9日、うん、日曜日、あの沖縄県の洋菓子コンテストがありまして、うん、それにちょっと出るためにちょっといろいろねやることがありまして、九州大会でしたっけ、九州の沖縄大会、うんうん、に出ました。お、これ何のですね、いろいろあるんですけど、例えば飴細工とか、はいはい、あとはチョコレート作ろう、私はまた別なんですけど、うん、メインはそういったチョコレートとか、うん、あとはマジパンとか、マジパン、マジパンってあの粘土みたいな、うん、ここで作ってるものなんですけど、あ、うん、まあ聞いてもわかんないしてはい、とこの、うん、まあ大会があるんですね。はいはいはい、でそれで、まあ、レレッチは何部門、ハンバーグ部門、私は、うん、あのラッピング、お、はいはいはい、要はいかに早くシッピングか、あ、それではなくて、ではなくてあ、わかりました。いかに効率よく、それも違います。違う、要は、うん、あの、わかりました。何ですか、いかにお菓子に寄り添って、うん、こう、なんていうの、お菓子をうまくこう引き立たせるラッピングができるか、まあ、それもあるんですけど、あるんかいこれはもうないでよくない。要はその例えばマカロンとかだったら、はいはい、マカロンをどういう風に表現すれば、うん、お客さんに買っていただけるかとか、はいはいはい、っていうそういうだろう、商品をメインとしたかなりディスプレイ、審査員主観的なはい、はい、を、うん、あのまあディスプレイという形で、うん、まあ大会にピンピンしたんですけど、うんうん、はいはい、残念ながら優勝2位でした。2位でもすごいよ、2位でも、はい、うん、なんか落ち込んだらしいけど、そう、結構いけるかなとかって思ってた。すごく綺麗にできた、うんうん、自信あった、ね、もう自信は納得できたならいいじゃないですか。うん、まあでもまた来年、うん、頑張ろうっていう気に、あとはその1位の作品で、うん、あ、すごいなってやっぱ思ったから、あ、やっぱ、あ、いいじゃないですか、すがすがしいね、思ったので、いとくとくにあのお店の方が撮ったんですよ、うん、で、それで、あ、すごいなと思って、うん、なるほど、でもすごいですね、何でもすごいと思いますけどね、うん、沖縄でですか、うん、まあね、2人中にですかね、はい、何店舗エントリー、はい、ですね、2人中なんですか、使うし、店舗とかじゃなくて、あのいろいろ学生さんとか出すんですね。一般っていうか、洋菓子関係の人とかに出し、うん、まあ、出して、うん、一応その大会に出すのもお金がかかったりするので、おー、じゃあ先生やってんだね。そうですね、うん、だからお店
じゃないじゃないんです。3店舗じゃなくて、うんうん、だからもういろんな人たちが応募して、うん、でそこからまた優勝とかいろいろあるので、うん、はい、まあまたうちのお店から今回、うん、あれは何だっけ、チョコレート、うん、で優勝した方がいて、うん、でもう今度は九州大会に目指して頑張るなので、うん、素晴らしいですね。あのお店の方にもね一応展示されてるんです。今回撮ったやつ。じゃあ見に行きます、見に行きます。本当本当本当絶対来ない。来ます来ます。はい、ということで、はい、そう、うん、こういうのがあったんですよね。なるほど、うんうん、まあ本当ね2位でも、うん、本当にすごいですねっていう感じです。本当にすごいと思うよ、はい、ありがとう。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。さて、さらにですね、先週は、うん、フレッチ主催のフレッツイートビーチパーティーがありましたね。ありましたね。はい、僕は残念ながらビーチの方には行けなかったんですが、飲み会に行きまして、よく来るリアさんたちとお会いできてですね、非常に楽しかったです、ね、楽しかったね、はいはい、でもさんがね、ビーチパーティーに参加してくれて、うん、はい、うちのね、キャン君がね、キャンさんの DJ セット、うん、半端ない、あ、すごい。もうみんな楽しんでた、うん、キャンさん来てくれてよかったっていうぐらい盛り上がってたし、そうそう、うん、あいつはもうチャラいためなら金は糸はないですから。よかった、本当にキャンさんも一人音楽やりながら、うんうん、でノリだった、そうそうそう、だからね、一人一人キャンなんですよね、うん、本当に。でもあれ見てて、あの彼女できないんだろうと思った。そこはこれ下げない方がいいと思います。あは、はい、なんか問題ある、問題あるから彼女できないんじゃないですかね、らしいです。やっぱり僕が休んだ時とかは、はいはい、キャンにどうやったら彼女ができるかっていうのをちょっと議論してほしい、皆さんと。キャンさんと、キャンさんもそうだし皆さんとね、リスナーさん。無理じゃない？無理じゃない？なんでよ、何がよ。難しい、キャンさんだよ。うん。よくわからんけど。うん、聞いてるだってキャンはね、出だしはモテるんですよ。後半がダメってこと？わかんない。僕は彼のその全てを分かるわけじゃないですけど、うん、入りは絶対持てるはずなんですよ、うんうん、あのサービス精神旺盛だし、うん、なんていうの、まあまあかっこいいしね、うんうん、それになんていうのかな、あの人はいいんです、うん、うん、まあまあまあ、まあ、うん、だから彼女がいないというのは確かにおかしい、うん、ってことはだからその深く知るとやばいやつ、うんなあ、うん、か、あれです、はいはい、か、うん、まあ、キャン自体に、うん、その、女性が好きかみたいな、あ、うん、ちょっと疑惑、もう疑惑ですよね、言うなれば。もう、みんなびっくりしてた、でも、キャンさんになんでできないんだろう。それ考えてみてください、本当に。じゃあキャンはいい男ですから。じゃあ来週山さん休んでくいや、来週はね、逆にキャン休んですよ。あ、本当ですか、うん、残念で、僕またいろいろとね、うん、集まりとか出なきゃいけないときには、うん、ぜひそのテーマでお願いしたいですね、うん、分かった。あ、でも山さんがいた方がいいね、キャンさんの対応するときなんでですか。いろいろきっとそうじゃん、山さんが来た方が。あ、そうですか、うん、うん、まあそれでもいいですけど、はい、はい、楽しみにしときます。はい、僕はつつから部下をただいじめてる上司にしかならないじゃないかっていう、普段からいじめてる、怖いあるんですよ、普段からいじめてないはいはいはい、てことで、うんうん、まあ、オープニングトーク長くなりました、うん、はい、9時から10時までの1時間の生放送番組となっております、うん、メールコメントもお待ちしております、はい、メールアドレスは797@fmginowa.com 797@fmginowa.com となっております。さあ、このテーマいってきましょう。テーマ、最近あった
当たってますよ。最近の出来事で、はい、皆さんぜひ最近こんなことあったよとか、うん、まあこの夏、ね、こんなことあったよとか、うん、何でもいいですよね。夏の思い出ね。はい。もういいですし、うん、あの1週間の思い出でもいいですし、はい、はい、ぜひ絡んでください。はい。じゃあ10時までの1時間生放送、ここまでお付き合いください。はい、来ましたよ。お送りする曲は決め石で夏の思い出。挨拶夏の思い出。ボーリング大会あるんです。私あってボーリング大会。小菓子協会の。うん。のちょっと準備で来てくれ。うん、やっほー、ファンタファンタ来たよ。ファンタローさん、お前だもん。ビーチパーティーぶり。確か同世代でしたよね。そう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 。ファンタローその服肩切れちゃったの。そうそう、切った。もうおっさんが言うことだよね。それはね。やばい、今日めっちゃ乾燥してる。あ、レイニーさんも久しぶりです。シュプリームさん、リクエストで撮ってるよ。バッチリです。あ、銀のホタルさんもこんばんは。2位もすごい、おめでとう。ありがとうございます。そう、俺2位も本当にすごいと思う。見てないよね。でしょうね。でしょうね。見てないですよね。まあまあ、ありがとうございます。あの、写真あるんですよ。お、してください。あ、これ何？これはマカロンでした、私の。これすごいじゃん、普通に。これ全部？これはい。お、すごいじゃん。皆さんに見せてあげて、ちょっと。これ、これ1位です。あー、1位。あ、すごいな、1位。そうですよ。なんかシンプルだね、1位。シンプルで、なんかその、なんか、わかります？わかる。なんか、ちょっと、惹かれる感じ。うん、わかる。確かに。でも、あなたもとってもすごいよ。ありがとうございます。ちょっと見せてあげて。え、どうやって見てるんですか、これ。したと思いますよ。あ、許可してない、拒否したんだ。そんなのしないんじゃないかな。もう一回作っても絶対作らない。もう嫌だ。エレチの方やってるよ。私ツベルグリーンやってないんですよ。あのツベルグリーンって、え、なに、ワイバーよ。俺ちょっとちっちゃいって体がエモいじゃん。すいません、ツベルクリーンやらなくていい人とやる人じゃないか。私やらなくてもいい人だったんですよ。うん。嘘だと思ってるでしょ。うちのお母さんも多分やってないです。だから多分遺伝です、遺伝。セクシーだよ。セクシーですね。ありがとうございます。照明がいいかな。ああ。なんかね、ツイッターに上げてるんだって。皆さん最近の出来事を教えてください。よろしくお願いします。ああ、最近の出来事、何かこういいことありましたか？面白いこととか、うん、いいことでもいいですよ。うん、いいことですよ、うん、こっちで吐き出してください。みやちゃん来たよ。
画面も見ずに携帯いじりながら飲んだっていう、私全部作るからね、私全部作るからね。皆さんこんばんは、元気ですか？なんか久しぶりだね、みんなが喋るの。あ、俺が最近番組やってないんですよ。なんでサボってんの？いやいや、もう良かったですからね、うん、山内さんって言ってるよ、ほら山内さん適当だからね。ツイッター、いつやった？おっさんセンスです。どうしようどうしよう、もう思うがまま言った方がいいですよ。ほんと？うわーってえ？ハゲ？俺言うな、かわいそうだけど。CM 行きますね。すごくドラマチックなことが石落ちてきた尿管に痛い痛い。どういうこと？マジか。どういうこと？どういうこと？どういうこと？尿結石ですな。何尿結石？なんか石、尿管に石ができた。石灰が溜まるってこと？痛い、うん、痛い、痛いらしいよ。どうすんのこれ？取れたんでしょ。みやちゃん、稼いでるって。あ、でもツイッターに載ってましたね。そっか、めっちゃ寒く、あ、みやちゃんってどこ住み？みやちゃんは、滋賀。滋賀、うん。滋賀ってどこ？ちょっと待って、僕今浮気も減ってくれないですからね。時刻は9時16分を回りました。この番組はレレツイートのちょっとだけ。さあ、今日のテーマは何ですか？最近あったこと。はい。あのさ、ボソって言うのやめてもらって。あ、ごめんなさい。めっちゃ怖い、やばい。超怖い。来そう。そうですか。はい、はい、うん。さあ、コメントいっぱい来てるので紹介しましょうか。はい、ですね、お疲れかきさん、レリーさん、キャンさんと付き合ってください。いや、いやだ。もうレニーさん、こんばんは。今うどん食べてます。いいな、食べたい。私中学校の時うどんって呼ばれて。お、どうして？うどんをスーパーで大量買いしてるのを見られて、うん、それからうどんって呼ばれて。まあね、中学校がスーパーで大量買いしたら大体もううどんって言いますよね。これなんでうどんを大量買いしてたんですか？クリスマス前かなんかだったかな、多分、うん、それで従業員に、うん、うどん、あ、はい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 、大量に多分作るって言って、で買っといでっつって、買っといでっていうか多分一緒に誰かと買いに行ってるところを目撃された。あ、なるほど、うん、大変大変ね。さらにシュプレームさん、はい、レレチ姫、山内執事、こんばんは。こんばんは。レレチ姫って上戸彩に似ていると思ったな俺。どうですか、嬉しいですか？うん、まあ嬉しいよね。好きか嫌いかはどうかだけど。嫌いなの？いや好きだよ、私ドラマ好きだったもん、昼顔とか見てたし。うん、分かんないけど。え、嘘でしょ。マジかよ。もうただこう、あれしか分かんないです、うん、上戸彩は。何？包丁？お、何それ？何で今のこれ何？ああ、パルさん、この前ね、ビーチパーティーの飲み会に来ていらっしゃいました。はいはい、そろそろ小松さん、レレチさん、もう東京住むんかと思ってた。東京にも行ってたっていうことですかね。あー、パタが東京行ってたの？いや、あなたでしょ。あ、そう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 、私ね、昨日帰ってきたんですよ。お、東京どうしたか？寒かった。あ、もうすぐだ。天気予報ではですよ、うん、で雨降るってちょっと覚悟してたんですけど、うん、見事に晴れて。なるほど。
あのビーチパーティーの時も雨だったじゃない、降水確率 90% だったのに、うん、見事に晴れたじゃないですか。あれ雨ないけど降らなかったよね。いやあれは落ちなかった。すごくないですか。すごいすごい。私多分晴れ女です。多分適当ですね。はい、はい、レツヨンナーさん、うん、レレチ2大会開会おめでとうとありがとうございます。ですよ、本当すごい、ね、はい、さてさて、はい、皆さんも来てますね。こんばんは。こんばんは。セクシーですね。ありがとう。そんなクリちゃんさんの最近起きた出来事、はい、石が落ちてきた、うん、尿管に痛い痛い尿結石。これってあれですか、男の人あるあるですか。いや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 。女の人もなります。女の人もなるんじゃないかな。へえ。うん、コロンって本当に石が出るらしいよ。超痛いって。鼻に尿管か、尿管から要は先から出てるってこと。石が先なんですか先要は今おつんつんを想像してますか。そう、まあ、おつんつんで言えば先よね。要は尿が出るでしょ。そうあっちから石が出てくるの。うん、痛いね。多分痛いあれは。多分痛いよね。うん、うわ多分さ、あの赤って相当神経がこうなんつうのむき出しというか痛いと思うんですよ。うーんなんすか。めっちゃ語るなと。語りますよ、もう尿管のことだったから。それあれですか、薬で治るもんなんですか。うん、薬で溶かす場合もあるしという話を聞いたことがあるけど、僕別に基本的になってないですからね。おっさんの病気を一通り通ってると思わないでくださいよ。あ、おっさんさん病気なの。若い、ない若い勝手に勝手におっさんにしたでしょ。じゃあ若い人はならないんじゃないかな。あ、そうなんだ。うん、へー痛そう。痛そうね。大変でしたね、うん、さあシュプレームさん、一昨日夢と六本木の探偵バーに行ってきたよ。バー自体が事務所出す、バーテンが現役ってすごいね。浮気調査ではラブホ2回は黒、1回は白って。どういうこと。1回目は許されるってこと。まあ白判定するんじゃないですか。この分かった、なんでか。何、ですね、ラブホ1回だとこのなんていうの、うん、の可能性があるからだと思うんですよ。あ、分かります。要ははい、yes. まあ商売ってことですね。商売ってことですよ。はいはいはい、はい、でも1回目同じ人と2回目っていうのはもうそれってあんまりないじゃないですか。分かんないですよ、同じ子指名するかもしれない。あ、まあね。そっか、じゃあ違うな。いや、これ理由シプレスは教えてくださいね。うん、はい、さらに、はいはいはい、メール来てます。紹介しますね。新規のめいちゃん、レレチさんと山内さん、お疲れ様です。キャンさんはしばらく彼女とか作らないで大丈夫です。お、意外と山内さんのしないところでかっこ笑い、うん、新規のスタッフさんとつながってるかもしれないですよということで。わー、わ、怖いね。山内さんがいた方が盛り上がるはずですけど怖いですよね、うん、楽しく聞かせていただきますということですね。ありがとうございます。さらに最近あった出来事や思い出、はい、最近映画で良かったのはサニー、うん、90年代に青春時代を過ごした、皆さんにはドンピシャな映画でした、うんうん、山内さんの同じ年代40年手前、例えばルーズソックスやテレクラなど楽しかったな。そして今日いよいよ明日は、安室奈美恵さんの引退前の最後の音楽フェス、うん、沖縄入りした安室奈美恵さんファンばかりで構成がやばかった。綺麗な人ばかりな上に素敵だった、自分はただ単に来週イベント続きで散髪屋さんに行ったり、帰りに見かけただけでしたということですよ。はい、でもあのですね、東京に行き、うん、帰りにですね、うん、渋谷の光絵、わかります。分かる光絵行ってきたんですよ。行ったんじゃないか。で高校で、うん、その例えば本内に安室奈美恵さんの、はい、あの大きいパネルとかがバーってあって、
でもみんなもそこそこ芯取ってて、あーやっぱすごいなーって思いながら、うん、そのままあの一番下まで行って、はい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 、ケーキとかもすごいいっぱいあって、それを眺めて帰りました。ケーキ、はい、ケーキ、なんか要は下にケーキ屋さんとかマカロン屋さんとか、うん、いろいろ売ってるんですよ。へー、ファッションだけじゃなくて、うん、でそこを見て帰ったんですけど、うん、空港でも那覇空港でも室奈美恵さんのやっぱパネルとかがバーってあって、すごいね、みんな写真撮ってました。一人の力でこんなってすごくない？すごいすごいね、すごい、はい、私国民栄誉賞取ってもいいと思ってます。まあまあそうですね。おいませんでも、うん、なんかすごいなって思います。そこまでは思わないし、ね、うん、それファンじゃないからですよね。、うん、さあ、そんな、はい、めいちゃんからですね、うん、ありがたいことに尿路結石の、はい、話が来てます。日本人男性の7人に1人、7人に1人、はいはい、女性の15人に1人が一度は経験するという尿路結石、うん、痛みの王様の異名を持つほど激烈な痛みが特徴。しかもおよそ半数の人が再発を繰り返すという厄介な病気。うわ、はい、ということですよ。怖いね。怖い。しかも若い人がなる可能性があるとのことです。あ、そうなんだ、はい、さっきのおじさん関係ないじゃないですか。なんて、さっきおじさんがかかる病気って言ってませんでした？うん、もういい。はい、うん、じゃあシュプリームさん、うん、先日、うん、俺も なんだろう、なんて読むの、竿頭、うん、から直径1センチの石が出たよ。でも砂利みたいな石よりガラス片みたいな透明で尖った石はもだえ打つ痛さだよ。どういうこと？何？尖ったのが出てくる可能性があるということですね。恐ろしいな。怖い。これってなんでなるんですか？なんかあれです、なる人にあれあるんですかね、あの共通なものが、ね、これまためいちゃんに調べてもらうか。お願いします。お願いします。これなぜあるのか、うん、はあ、できればなりたくないな、僕痛いのだけ嫌いですからね。あ、ちょっとね、うん、コメント過ぎてましたね。雨男レイニーさん、はいはいはい、最近区役所に行ったんです、うん、そして発覚したのが、うん、以前働いていた会社の手続きミスもあって、うん、7ヶ月間で住民税を14月分払わなくてはいけないことにびっくり。怖いね。怖くない？これやばいな。会社ちゃんとしないといけないね。金額どれぐらいになるの？だいたい、え、住民税っていくらぐらいだっけ？あの、あれによりますよ。だからその給料によるので、うん、だいたいさ、だいたい一概にいくらとは言えないんですけど、一月分で言えば、でもね、うん、いや本土だともうちょいもらってると思うんで1万円とかないですかね。ってことは14万ぐらいってこと、うん、で一気に飛ぶってこと、うん、やばいな、やばい、はあ、かわいそうに、かわいそうに、うん、さあこの辺でですね、はい、そんなめいちゃんのいろいろ調べてくれたんでね、リクエストおかけしたいと思います、はい、ダンバランで恋のマイアヒ、マイアヒだ。山下智久、コードブルー、亀とヤマピーって、すげえ、ヤマピー来たよ。初見さんいらっしゃい、よろしくお願いします。ヤマピー来たなぁ、すげえなぁ、ヤマピー来るぐらいだから、アムロナイエイエスも来てほしいですね。来たら本当に名前が出て大丈夫じゃん、うん、よろしくお願いします。こんなにやってくれてるの、ちょっとごめんな、はい、すごい、ごめんね、ありがとう。最近あったこと、事務所の奥の出入り口鍵は閉めたことありません。電話が来て開かない、え、これから行くところ、そして奥の出入り口の時私がガチャすると言ってました。連絡くれた人以外の人も開かないと言っていました。開かない、あ、なに、怖い、ホラーじゃんそれ。最近の出来事を聞く
みしている。最近の出来事、さっきいっぱい喋りすぎてやばいんだけど。じゃあビーチパーティー何ですか。うん、ビーチパーティー何しますか。飲み会の話します。飲み会の話しようか。そしたら山下さん鼻入ってきますよ。うん、別にいいよ、ビーチパーティーの話。じゃあ流れ的に、うん、やばい、よくない。大塚健二さんの呼んだ。いいじゃないですか。やっぱね、ラジオを、このラジオ業界というか、このコミュニティ業界、出会いがあると思いますよ、業界は。本当ですか。うん、いろいろ。じゃあ、そうそうそう、ある。だから、ちゃんとこうちのイベントに参加することですよ。あれ、私参加したことなかったですか。一回もないですよ。ですよ。人と喋るのが怖いんですよ。分かるよ、人見知りは。だから誰かと喋ってくれるさ、妹とか。人見知り分かるって言われた。バナナボールの話をするの。それはしんどかった。しんどかったから。なんで、すればいいか。私、バナナボートから2回ぐらい落ちたんですよ。あの、へぇ。参加しも、ああいいね、そう、ケンちゃんと一緒に。Okay? 時刻は9時31分を終わりました。はい。あなたの番組ですよ。え、いつもこれで終わりじゃないですか、2回目は。そうだっけ。うん、言います、とりあえず。てくださ い、 はい、この番組はデレツイートのちょっとだけ。はい。嫌ですね、この流れ。なんで。分かんない。さあ、はい、メールも来てるんですが、はい、その前に、うん、レレチさんの最近の出来事、うん、なんかですか。やっぱりビーチパーティーですか。ビーチパーティー、うん、大会、ディズニー、もうこの3つだね、最近の出来事って言ったら。この3つだねってこうするように言いますけど、かなり大きな3つだと思います。僕は相当な思い出凝縮度だと思いますけどね。そう、今月でもうこの3つはやったからね。うん、ビーチパーティー僕は参加しかしてんですけど、うん、パンタロウさん、バナナボートの話もするのって来てますが、あのですね、うん、時間ギリギリだったんですよ、そのバナナボートに乗れる時間が。というか、あの悪天候の中でやってたんだ。やってたんですよ。あ、でも結構晴れ、太陽出たりもしてましたよ。あ、まあね、うんうん、で、ギリギリで、うん、受付もしてきたらもう乗れないよみたいな感じだったんですけど、うんうんうん、大阪から来てくれたプレイさん、はい、あ、はいはい、いるじゃないですか、うんうんうん、もうの、まあ、会ったから分かると思うんですけど、電話の神様ね、もうめちゃくちゃノリがいいんですよ。うん、チャラかったね。それでその人が、うん、大阪から来てるんだよって言って、うんうんうん、乗せてやみたいな。あ、そうだな。言いそうだな言って、うんうん、で乗せてもらえたんですよ。うんうんうん、すごいな。で、うん、まあ、私と、うん、そのクレイさんと、うん、あと皆さんも知ってるかな、フリムーンさん、おーおー、とここにいるファンタロウさん、うん、4人で乗ったんですね。なんかおっさんとかすごいな。みんなおっさんよね。そうそう、で、なんか親指立てて合図したらスピード上げるみたいな感じだったんですけど、うん、私一番前で、その隣がそのまあクレイさんで、うん、残りの2人が後ろみたいな感じだったんですけど、前が異常に飛ぶ、ボンボン飛んで、うんうん、で、
頭の悪いグレイさんがですね、うんはいはい、頭の悪い、フリムンさんもですよね。おかしいけどまだ、うん、まだそのなんていうんだろう、常識がある、ちょっとアホじゃないですか。そうですね、あの人常識ないですよね。もう一人は常識のないアホなので、うん、親指を立てまくって、うん、私無理ってずっと言ってるのに、うん、ずっと親指立てて、はいはいはい、もうだんだん握力がなくなってきて、うん、落ちちゃったんですよ、うんうん、私泳げないので。あ、そうなんだ。なんていうんですか、あれライフジャケット。あ、そうです、うん、あれつけてても、うん、浮き方がわからないんですよ。浮き方がわからない、力抜いて、うん、そうそう、しとけしとけば大丈夫なのに、うん、もう泳げなくて海が怖いからパニックったんだ。パニックって、うん、動いてたら逆に逆さまになってどんくさそうですよね、あの人は。もう本当に、うん、でもその前にもその、はい、海に投げ入れられて、うん、この二人に、このアホ二人にそれぐらいもう全身びちょびちょになってたので、はいはいはい、うん、もう大変だ。楽しそうですね、話聞いただけで。って思うじゃないですか、うん、その後私ジンマシン出て、海に落ちた後に。何それ、恐怖で今日分かんないけど出て、で30分くらいあまりにもひどかったから車にこもってじーっとしてて。へー、それで治るもんなの。あ、引いてくるんですよ、だんだん。へえ。引いてきて、で、まあ、シグナスさんとかも来てくれてたんですけど、うん、まあ、会えなかったよね。その私がいない時に来て、まあ、来てたから、うん。でもすごい楽しかったですよ、皆さん。すごいね、海アレルギーなのかな。海アレルギーではないです。じゃあなんでジンマシン？私、慢性のジンマシン持ってて、で、薬で抑えたりしてたんですけど、最近ちょっと弱めのそのアレルギーっていうか、うん、ジンマシンの薬を処方してもらって飲んでたんですけど、うん、それがちょっとあまり効かなかったみたいで出てまったんですよ。なるほど、このショックと一緒にね、パニックの。そう、パニック、本当にパニックだった鼻に水入るし目に水入れるしまあね、海だしね。そう、私抜けばいいんだよ。海に落ちる瞬間に息吸ってしまうんですよバコバコバコって全部入るじゃん。そう、うん、なんだろう、息を口の中に溜めないと、うん、溺れてしまうっていう変なのがあるんですよ。あ、はいはいはい、だけど水に落ちたと同時に吸うから体全部に水が入っちゃうんです。あ、気をつけてくださいね。はい、ちゃんさん怪我しなくてよかったねということで。そう、本当に怪我しなくてよかったです。ただ怪我もつきものですからね、あなたね。まあまあまあ、まあまあまあ、最近はあんまりないかな、怪我は。そうですか。あ、あったあった、大会の準備した時に、うん、なんていうんですか、熱い温度で溶かすボンドみたいな、わかります？わかんない。あるんですよ、うんうん、それを置いてあるのわからなくて、そのまま手を置いてジュッて火傷して、うん、見てください。あ、本当だ、黒わ、そういうことあります。まあね、注意散漫ですから気をつけてね。はい、大塚健二さんから来てますよ。おじさん率濃いビーチパーティーだったんですかって。そうですね、私より若い子もいたんですけど。テッチはいくつ？テッチは 29？ ああ、この間30になりましたね。でもテッチ若いよね。落ち着いてるか。多分落ち着いてるだけだと思います。見た目は別に老けてるんじゃないですか。老けてるってあれだけど、まあ、老けてはいない、まあ、年相応じゃないですか。そうだね、うん、あ、もうちょっと上には見えるかな、うん、って考えたら確かにおじさん率は、うん、高かったかもしれない。高かったですね。30代が多かった。女の子はでも若かったですよ、23歳。めっちゃ可愛い。そう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 、いましたね。そうそうそう、飲み会でですね、山内さんが来てくれたんですよ、うん、そのビーチパーティーの後にですね。そう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 、速攻を女の子の隣に吸って。いやいや、あなたがですね、いや、ちょっと誤解を受けるんであれですけど、あなたが座らせたんですよ。別に座るとこ別々にどうもよかったじゃないですか。なのにわざわざ可愛い子の隣に座って。シュプレームさんのリクエストをおかけします。カルビン・ハリスで This is what you come なんとか。どうかあんた嘘つくなよ、本当に。
くせに。嘘じゃないっすよ。だって山内さんこっちこっちっつってやっただろ。どうぞどうぞって言っただけですよ。あれこっちに座ってたら私一言も言ってないし。ああすぐ人のせいにする。あひどいわ。言いがかり。そうですね、海は怖いですしね。そうそう、海怖い。怖くないよ。泳げます？当たり前っすよ。犬かきですか？なんでね。俺好きならっつうの。私手と足動かしたら沈んでいくんですよ。だからガリガリだからさ。でもガリガリ力入るから力抜くんさ。自分では抜いてるつもりなんですけどね。体の使い方もです。川で2回ほど私もあります。川で足つって。あー足つっては危険だね。うん、リクエスト採用ありがとうございます。とんでもないです。リクエスト本当にありがとうございます。え、ドクターなのにって。ドクターと溺れるは関係ないでしょ、ケンちゃん。だろそれは。あ、レイチの友達パワフルだったね。あれやばかったね。あの子ほら飲み会したさ、女の子。うん、あー同級生私の、うん、なんでパワフル。これマシンで遠くじゃん。やばかったな。ここフリブンの奥さんも来てたんですよ。怖いことね。奥さんめちゃくちゃ可愛かった。びっくりしたでしょ。びっくりした。ちょっと考え直せって言わんといけんなと思う。どういうこと？奥さんに対してってこと？なんてやつだ。いい感じでしたね。本当に皆さん楽しく飲めて、うん、ワイワイと楽しかったですね、うん、まあアホけど電話シーンもね盛り上げてくれて。いやで、あいつは何も考えてないアホですよ。本当にアホですよ。そうだ、いないから話そうかな。あいついないし。あいつやばかった。あいつ調子乗ったらどこまでも行きたいはずな。本当に。帰った。ちんちゃんの時レレチとも飲みましょうか。じゃあでもレレチあんまり飲まないもんな。私飲む時と飲まない時がありますね。飲む時は前の日から体調を万全にしとくので、そうするとパーティーピーポーだから。うわぁ、ゆうちゃん飲むんで。は？そうです、ドクターヘリに乗るヤマピーです。めっちゃいいじゃん。チャムさんもチャムさんも来てないですね、うん、今回結局台風取れなかったのがケンケンとかいたので。ケンケン、うん、セナちゃんもでしょ。そうそうそう、セナちゃんが今日来ないね。あ、旦那さんと会ってるからじゃない？知らない、それは。は？喧嘩した。うん、喧嘩しない、しない、しない。仲良しない。リャブリャブ。なんだよ、遊ばれてるだけかよ。遠い？遠くないよ。私、昨日東京にいたもんだって。東京なの？ちゃんさん。そうそうそう。あ。東京いいな。戸田恵梨香に似てるって。なんか今日あれだね、いい感じだね。さて、福山雅治が来た。うん、はい、始まってますよ。はい、時刻は9時44分を回りました。お、福山が来た。すげー、こんばんは。こんばんは。やばい。ですね、今ツイキャスに有名人が2人ほど来てますね、うん、まずはヤマピー、
そして、福山雅治さん。はい、すごいなこれ。豪華ですよ、豪華。豪華ですね。これ大丈夫ですか皆さん、なんか事務所にこらこらこらって注意されませんか大丈夫ですかいやもうやばい、私の大好きな福山雅治さんがすごいっすね。もうやばい、ちょっと話ですよ、うん、やばい。もう興奮しなし何食べれないので山内さん、あとはよろしくお願いします。わかりました、携帯こうなんねっていうことで、はい、はい、福山さんが。そうです。はい、すごいすごいな。そんなヤマピーさんはですね、はい、はい、女優の戸田恵梨香に似てますねって来てますよ。戸田恵梨香さんのファンに殺されるのでやめてもらっていいですか。そうです、ね、自称戸田恵梨香ですからね。自称って何、私自分から言ってないし。はい、ありがとうございます、はい、ですね、それではメールいきたいと思います。はい、北野リスさん、こんばんは。キャンさんは大塚健二さんの娘さんと結ばれる運命、レレチ姫に彼氏がいないのとキャンさんに恋人がいないのは同じ、そのうち結ばれる人と出会えるのかもね、頑張ってね。最近のレ、はい、キーゴと過去今、レレチ姫のあくびすごくかかった。あくび、さっきあくびしてましたよね。嘘、うん、マジ、もうざけんなっていう話ですけどね。はい、ごめんなさい。さらにめいちゃんからですね、はい、さすがです、ありがたいですね。欠席はなぜできるのか来てますよ、尿路欠席ね。うんうん、欠席は従来中年以降の男性に多く見られました。ところが最近は若年化が進み女性にも増えています。うん、その背景には食生活の欧風化、特に肉類などの動物性タンパク質の、摂取量の増加が指摘されています。動物性タンパク質の摂取がどのように血石と関係しているのかというのはですね、シュウ酸カルシウム血石を例にして説明しましょうとのことです。肉類などを多く食べるとシュウ酸や尿酸などの物質が体内に増える。そのうちシュウ酸にはカルシウムと結合しやすい性質があるということですね。シュウ酸は腸の中でカルシウムと結びつくと便便と一緒に体の外に排出されます。ところがシュウ酸の量が多いと余った分は尿の中に出てきます。尿の中でシュウ酸がカルシウムと結合すると石のような塊となって排泄しにくくなり、腎臓に障害を及ぼしたり、尿管を詰まらせることになるということですよ。つまり肉類を食べ過ぎるとダメということですね。どうですか。うん、結果肉を食べ過ぎるとなるっていうやつね。そうです。はい、長い説明ありがとうございました。聞いてなかったな。途中途中から専門用語的なものがちょいちょい出てきたので、あ、これ聞いても多分理解できないから、まあ肉を食べるとなる確率が高くと、はい、めいちゃんのせいですね。めいちゃん気をつけてください。はい、めいちゃん、あれをね、抜粋してちゃんとこう産業で送ってきてください。コメントやばいですね。ちょっと皆さんに気づかれてました、私がちゃんと聞いてない。そうですね、福山雅治さん、レレチちゃんと聞いてる。大丈夫だよ、福山雅治さんのコメントはちゃんと見てる。あくびはダメですよ。はい。美容さん来ましたね。おお、血石は体質に大きく影響しますけどね。はい、お、詳しいんですかね美容さんは。気をつけましょう皆さん、うん、肉は食べ過ぎないように。そうですよ、野菜食べましょう。何でもですね、しすぎは良くないですよ、うん、何々しすぎは、うん、だから肉も食べ過ぎは良くない。あと運動不足追加ということで、やっぱりね、運動もしましょう。うん、うん、やってますか。やってない。うん、運動すると怪我するんですよ。この間もラフワン行って、うん、肉離れしちゃったので動いて。だからさ、普段の筋肉量が多分少なすぎると思うんですよ。ちょっとずつ何かやったら、歩くなり。うん、ディズニーランド行ったんですけど、うん、ディズニーランドの乗り物を乗ると、うん、いろんな方向に腰がこうねじれ曲がって、うん、今すごく腰痛いんですよ。あは、ディズニーの乗り物で。うん。
僕はディズニー行っても乗り物あんまり乗らないからね。全部乗りました。全部、うん、何日行ったの？2泊3日の11日から13日まで行ってきて、でずっとディズニーシーとランド両方行きました。1日中。わあすげえなー。あの最後までパレードまで見て、うん、今ちょうど私が行った11日が、うん、ハロウィンのイベントが始まった日だったんですよ。はいはいはい。もうコスプレしてる人もめっちゃいっぱいいたし、パレードもハロウィン仕様のパレードもあったし、めっちゃよかった。コスプレして行きました？行くわけないじゃん、荷物になるだけだし。そっか。でもなんかいろいろ勉強になった。その来年のその大会に行かせるようなディベーみたいなものとか勉強になったし、いろいろきっちりやっぱり取り入れてますね。素晴らしい。もちろんですよ、はい、こう見えてちゃんとやる子ですから。やるときはね。はい、やる子ですからね、うん、さあ、シュプレームさん、これリアトツに行きます。どういうことですか？要はリアルに会いに行きますよってこと。リアトツ。あ、僕らにってことかな、うん、なんだろうね。そういえば来月来るとかなんか話しましたね。お、本当ですか？ぜひ飲みに行きましょう。はい、福山雅治さん、はい、僕のライブにも遊びに来てくださいよ、楽しみに待ってますねって。いや、行く行く、絶対行くから。あの招待していただければね、一番いいですけど。そうだね、うん、うん、あ、ネズミランドに行くそうです。あ、うん、そっか。なんでさ、ヤマピーさんは、はい、福山さんの、桜坂好きですよってことで。いいですね、桜坂。なんですか？なんで変わるんですか？違う、別に、うん、2人で会話するこのあれがちょっとよくわからんな。はい、まあいいですね、うん、まあレレッチさんは、うんうん、いろいろ、はい、今月あったみたいですが、そう、でもまだ終わってないんですよ、私今月のイベントが。お、まだまだあるということで、うん、ことがありますか？明後日は、うん、洋菓子協会のボーリング大会。おう。でまたその次の週は女子マソンで、うん、ラッピング講習で、講師として。講師？教える、習う方じゃないですよ。あ、教える側として女子マソンにママと言ってきます。まさか金取らないですよね、トンバ。はい、っていうことで行ってきます。おい、はい、なので今月はね、本当に私忙しくて、うん、やばいんですよね。いいですね。あ、いいでしょ、リア充でしょ、うん、リア充。しかも仕事がこう充実してる感が出てますね。うん、うん、仕事楽しい、いい、素晴らしいって思うようにして。いや、それはいいことですよ。やっぱね、仕事はもう欠かせないですから。はい、福山さん、はい、桜坂流してくれても大丈夫ですよ。季節が違いますから。じゃあ来週流そっかな。チャムさん、レレチができる子に見えてきた。できる子だよ、もともと。シュプレームさん、ラップするんですか？ラップ、そう、ラップするの、ラップ。お、即興ですか？はい。歌わんよ、一応。こうは。クレラップとか言わないよ。何今の？冗談？ギャグ？どうしよう。フリムさん遅れてきましたよ。お、肩拭き切れてません。ほら、あっさんはみんなそれ言いますね、うん、そうそうそう、おじさんはね、みんな同じことしか言わない。ほら、福山さんがしてみてください。何を？ラップ。あれ、どういうこと？ラップ、福山さんが言うんだよ。ラップって何？こうやって、何でそれ？違う、ラップ、歌の。ヨー、チケラーってやつ。もう古いよね、チケラとかね。古いね。福山さん、勘弁してやってください。はい、すいません、恥かいちゃった。恥かいちゃったね。つらいつらい。美容さん、うん、女さんいいなーって。いいでしょ、うん、もう、ぜひ沖縄来てください。さあ、案内します。ファンタローさん、レレッチのラップとか、楽しそう、笑いそう。ふざけんな。怖いな。はい、まあね。はい。もぜひね、はい、リア充していただきたいですね。うん、本当、うん、あっという間だね。うん、リア充のこのクレー電話来たよ。はい、初対面の女の子にナス持って加えさせようとするクレイさん、いらっしゃいませ。
最低ですね。はい、気をつけてくださいね。もうあなた方の今エピソードはすべて話し終わりましたんで、はい、古森さん、そして電魔神さん、はい、はい、ありがとうございます。もう本当に残念です。また来週、楽しみにしていただきたいですね、うん、はい、はい、ことで、本日も1時間お付き合いいただきありがとうございました。はい、お相手はレルチと山内でした。ではまた来週、さよなら。さよなら。会長、ちゃんとお礼は言えるんだね。バイ。